おたくの兄ちゃん誕生日。え？嘘っていうの。巨人みたいな。の。え？単品？それとも料理名とか？もうやってられかい。解散。ごきげんよう。イエーイ。どうもしゅうです。まいです。今回なんですけども、はい、一緒に活動し始めて、うん、半年以上経ちました。経ちました。で、YouTube も1ヶ月経ちました、うん、経ちました、やってもらって、はい、っていうことで、うん、ここの絆、絆はもう相方の次にいいはずをちょっと確かめようという企画で、うん、内容は、うん、問題を今出してもらって、うん、で、それにこういう感じで答えます、うんこういう感じで答えます、はい、はい。で、お互いが揃ってれば、うん、当然揃うはずなんだけど当然揃うはず揃ってればいいの、うん、はい、うん、で、揃ってなかったらなかったらお互いにデコペンします、うん、だから、ブーだったらお互いってことなのねそうそうそうやだ私ほら、モデル並みの顔だから、うん、あ、そう一応安全のためにこれ輪ゴム巻いてね安全のためにね安全のためにね、うん、じゃあそういうことでやっていきたいと思います、うん、今日はミルクワインなのあそう美味しいのこぼしてるじゃんやだおこごとん何何つおこごとって何そうえなんかちょっとこうやれかしちゃったみたいなそれ前前もやらかしちゃったはい、じゃあ第1問、はい、おたくの兄ちゃん誕生日え何月何日ですか誕生日あれなんかね、この辺だったような気がするえ、待って、最初からあれとか言ってんのおいおいせーのえっとあ違う、これは書き間違いこれは書き間違いいやいやいやこうやってねこう違う、あのそれでも違うからあの、こう書いてあるこうみたいないや、私どこからでデコか分かんないんだけどどこからかデコか分かんないんだけどいけよ動けなせーのあれ私だけそうだよだって俺合ってるもん合ってるでしょああそういうことそうそうあそっか間違えた方がダメなのねそうあそっかいや違ってたんだけど合ってないよ、はい、出身地はどこですかあ地方でいいですはいうんじゃあせーのほれうん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 、オッケー。これ多分とか言ってるもん。聞いたことないし。じゃあ知らないじゃん。じゃあ知らないじゃん。せーの。あーほらー。第4問。はい。好きな食べ物は？あ、これはだってほら。うん、これ俺前々に言ってるしね。え？言ったよでも俺。当然よ。あ、分かったかも。カタカナ、ひらがな和食か洋食かそう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 じゃあ漢字でしょあ、ひらがなで書いちゃっただから私漢字のものも意味わかるでしょいやそれはお寿司だったら寿司みたいなねそれはいいけどそれはあなたの作家にせーのはいえ、全然違くないえ卵焼き、あ、ごめん、卵焼き好きだね言ったでしょあんたもさ、奥さんの肉じゃがが大好きだって言ってなかった世界で一番はこれって言ったじゃんじゃあ私の世界一番はこれだわけ豚肉ばっか食ってんだじゃあお互いダメということでへぇ、ふふくいや、そうだあ、違う、違う自分でやる自分でやるもう、さらって、さらって時間なんで立てないなんで立てない何ダメ横でしょなんでこうじゃないのこうなの嘘、信じられない、そんなの
った。え、同じぐらいよ、同じぐらい。3、2、はい。痛い。僕、第5問第5問。はい、5問ね。何、簡単って何？好きなファッションは。あー。あ、そっか。これわかんないと終わってるよね。ひらがな、カタカナ。好きにしてる。あ、ちょっと、笑っちゃった。間違っちゃった。せーの。はい。いや、何なんかロリーは違うなんでロリー、なんかビジュアル系の中のゴスロリかと思うんだじゃあ忘れない。え、じゃあ、なとしたら忘れない。なかったこと。いや、ダメでしょ。ビジュアル系です。ダメでしょ、今なんか書いてたよね。いや、残ってるから。あの、奥さんも含まれまして。含んでません、ここに含んでません。ダメです、うん、はい、私、あなた間違ってますよ、これ。ひらがなとかあったからで。どっちかというとこっちが正解。うどっちな。せーの。はい。第6問。はい。好きな異性のタイプ。え？芸能人で。芸能人なんか言ったことある？自信は？自信？ある。いや、芸能人の名前は言わ、なんか聞いたことないから、私若干さっきより自信がないよね。名前は分かんない。から役名で書いた。はい、せーの、ドン。誰？誰それ？ガクト。違う、下なんて書いてる？え、コミヤ。誰だ？ニュースキャスター。知らないこの人。同級生じゃない。同級生じゃない。同級生じゃない。おでこ腫れちゃうわよ。おでこ腫れちゃうわ。そう。待って、言葉遣いは丁寧にして。子供、お子様が見てらっしゃるんだから。じゃあ行くよ。せーの。第7問。一番好きな漫画は。漫画。はい、せーの、少年。全然違うじゃん。ほとんど見てないぞ。違う、ちゃんと単行本も持ってたし。こっちじゃん、見てんのほとんど。そうね。だってさっきも私もじらされたからな。なんか早く早くみたいな。ずらしてんじゃない、動くから。え、だって我慢できないんだもん。その顔をやめて。痛い。痛い。第8問。はい。今一番欲しいものは。え、今一番欲しいもの。せーの。はい。ああ。なんで、私あなたのこと考えたら欲しいものよ。ほら。休日ね、休日休養ですよね、しゅっちゃんがいます、はいはいはい、で、私は借金のない生活。いいですね。いや、一番今欲しいものでしょ。ね、こっちじゃないの、これじゃないの。まず、だからこれを作る前にこうなっておかないと。順番っていうのがあるんだよ。これは確かに一番に等しいよ、うん、だけど、これがね、現れる前にこれがあったらまずいでしょ。違う、これを作ってこれを肩代わりしてもらう、はい、ダメでしょそれ。じゃあ肩代わりしてくれるこちらをお待ちしてます。どうしたどうしておでこが広いのか。チーとか言った、チーとか言った。性格悪くない、性格悪くない。おぶっ飛ばす、おぶっ飛ばす、おぶっ飛ばす、おぶっ飛ばさ、おぶっ飛ばされるわ。飛んでけ。もう痛いですわ。はい。第9問。うん、はい。フェチは。フェチ、匂いフェチとかあります、はい。その足フェチとか。あ、そうそう、あるある。はよくあるじゃん、うん、あんまり聞いたことない。普段あなたが奥さんに向けてるフェチってことでしょ。奥さんっていうか、みんな
はい、せーの、はい、はい、はぁ、あ、膝の裏そういう人いたな。声、声フェチ、これじゃないんだ。うん、みも筋肉だと思った、うん、マイマイ。え、そんなことない。声の喋り方もいいし、うん、そのなんかちょっとギャップのある声とか、クロちゃんみたいな。あれはギャップだ。あれは悪い方にギャップがあるから。マイマイさん、はい、なんて読むんですか。これなんて字、大衆。いや違う、全然字違うんですけど。こんなに殴り合う予定ではなかった。待ってんのが怖い。ビョローン。しかも中途半端。今ちょっとその顔やめてって。じゃあ第10問、自分の好きなところ、うん、ここはもうお互いちゃんと決めて、うん、仲良く終わろう。そうね、うん、よし、せーの、はい。何これ性格って。これですか、性格って書いてあります。これは合ってるよね、これは。これは、はい、感じですからね、声、ね、ですね。これ、性格です。行くよ、行くよ、嫌だ、行くよ、嫌、もうやってられかい、解散。もう仲悪すぎるじゃん。もう解散だね。もう、はい、解散です。はい、解散です。新しく募集します。じゃあ新しく演者募集します。さよなら。